こんにちは。今日はお日柄もよく満席ですね。今日はそれ衣装ですか？今日ちょっと仕事帰り。はい、非番です。仕事帰りで。仕事帰りでスーツですいません。はい。こんにちは。あ、こう見えてもあの新幹線の運転士なんですよ。今日非番で、ね、ありがとうございます。運転手さんが歌う。運転手さんが歌う由紀さおりで。はい。これなんか。あ、ちょっと落ちた。こっちで。由紀さおりで手紙から聞いてください。外しましたね。ありがとうございました。あと2曲ですね。どっちから。わあ、これどうしましょうか。22歳の22歳の別れお願いします。お願いします。お願いします。まだね、あの若干29、若干29ですね。でフォークソングとか演歌とか好きな変な人なんで。次は22歳の別れですね。参加もしたんです。あ、参加もしたんです。これですね。
お昼ぐらいには上がるといいですね。なんかお昼超えたら強くなってくるみたいな話ですけど。何がですか？雨。ああ、うん、いいよいいよ、やっちゃってやっちゃって、こっちに向かって話すけん。そうですね、もう一回、あのさっきいなかった方もいるかもしれないので、あの今日はですね、あの今11時でしょ、3時ぐらいまでですね時間をいただいてて、いろんな、歌い手さんに来てもらいます。まあ、あの今日は全部あのプロの方は一人もいず、僕だけね、皆さんあの 趣味とか、でやってる方たちばっかりなのですね、あの温かい気持ちで聞いていただければいいかなと。失敗もねありながらね。あ、しまちゃん、あのなボーカルの中音を下げてもらっていいです。さあ、準備できました。できました。はい。ちょっと寂しい歌ばっかですけどね。リードとあれ入れ替わります。はい。では、フォークソングといえばの曲を今からやります。はい。いや、そんなことないなんか雨っぽくていいんじゃん。しまっちしてますね。湿っぽくて湿っぽくて違う。
ちょっと、じゃあ、はい、もう2番で終わりますので、結構長くて、今、2番のここで。で、2番で。しっかりやっていいよ。過去1時。なんか言い前ね。はい。で、もう、2番で。え、マジで、マジでマジで。言った方がいい。次は最後ですけど、ワインレッドの心という曲します。なんかこれに対して思い入れとかない？そうですね、酔っ払った時に、いや、ない、なんもないですね。ありがとうございます。